こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。メルカリ上場、IPO は儲かる。ということでね、えー、メルカリが、えー、東証マザーズに新規上場することになりました。来月19日、6月19日の上場です。これは当たれば儲かる可能性大と。ねえー、もともと IPO ってのはね、えー、人気の銘柄、あるいはね、えー、儲かると、ね、前評判の高い銘柄を 当てれば、まあ、ほぼノーリスクでで儲かるというものです、えー、で今回ね、えー、馴染みの深いというか、まあ、メルカリが上場するんでね、でしかもおそらく今年一番の、まあ、注目の上場になるんで、まあ、新規公開気になっている方、この機会に申し込むのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、やることは単純、まあ、手間はかかるがリスクはないです。証券会社に口座を開設して、まあ、証拠金を入金して、 IPO、ねえー、新規上場に申し込むと。で、当たったら、えー、上場初日、値段がついたら売却すると。まあ、これだけです。で、まあ、どこでね、えー、申し込むかということなんですけど、まず、大和証券。これね、えー、主幹事なので申し込み必須です、ねえー。これリンク先でインターネットでも作れますんで。で、大和証券の場合ね、えー、なんと、ね、お子さんがいっぱいいると、 子供の名義でも口座が作れるというのでね、当選確率上がりますんで、まあ、家族の多い方は、なおさら、えー、チャンスという感じですね。であと、まあ、SMBC、えー、日興証券、野村証券。野村証券はね、これ、あのお金を入れずに申し込んで当たったら、えー、入金すればいいという形になっています。SBI 証券、マネック証券、岩井コスモ証券、株ドットコム証券とね。ね えー、まあ、面倒じゃなければ、というか、そのぐらいの手間はね、かけた方がいいんですけど、えー、口座全部作ってね、えー、申し込んだ方がいいです。まあ、もちろん、各証券会社にね、えー、証拠金がいるんで、まあ、えー、証拠金が少ない場合は、まあ、しょうがない。あるいは証拠金移すのが面倒くさかったらね、えー、台は証券だけでいいと思いますけど、えー、できれば、まあ、全部申し込むのね、えー、当選確率上がります。宝くじと違って、まあ、別にね、お金、 えー、払わずに当たれば儲かると、ねいや。そこまで言い切っていいのかって感じなんですけど、まあほぼ、えー、当たれば儲かります。で、メルカリは儲かると。ね。まあよくね、メルカリ儲かりますかと聞かれるんですけど、まあ、取引そのものはね、まあ不要品を売る。 ところにはまあ使ってもいいかなと思いますけど、メルカリそのものがね、ビジネス利用を歓迎してないというのを考えても、アマゾンのようにね、FBA という仕組みがないのを考えても、ここでその本業にするとかいう規模で儲かるかっていうのはかなり疑問ですけど、ただそれとね、IPO が当たれば儲かるかどうかっていうのはね、また別問題なんで、IPO、メルカリ儲かりますか 利益は分かりませんけど IP を参加して当たれば儲かります。えそんなわけでね、えー、興味があれば申し込んでみてはいかがでしょうか。まあ、このねえ、本来はこの新規上場の情報じゃなくて a m a z o n 今おすすめのね、オーストラリア a m a z o n i s の,アの、えー、ノウハウを提供する、えー、この動画なり、えー、ブログなんで、まあ、かることに、ね、興味があれば、このメールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください。まあ、メルカリより メルカリの IPO に当たるより、ね、あるいはメルカリで不要品を売るよりも、まあ儲かるオーストラリアアマゾン輸出の、えー、ノウハウを無料でお届けしてます。ご登録お待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。